Welcome to another episode of The Heavier Japan. In this episode, we feature an interview of Atsushi Kuze, known as the singer of the Visual Kei heavy metal band Jupiter, as well as the Takayoshi Omura band. どうも、久世敦史と申します。今、Jupiter というバンドで、ビジュアル系なんですけども、歌を歌っております。もともとずっとヘビーメタルばっかりやってたんですけれども、2018年に38歳にしてビジュアル系をという中に、入って今やっております。大村隆義さんのサポートをもうここ何年もやらせていただいてて、ライブ DVD とか、レコーディングもやらせていただいたりしてますね。あとはセッションとかを、年に何回かやる感じですね。ジュピターで言えばそのシングルを発売しまして、その後、3本ぐらいツアーをやって、今はちょっと活動を年内止めてる状態なんですけども、あとはそうですね、やっぱり大村隆義さんも今また動き出したので、それを東名阪とツアーが組まれてましてぐらいですかね。あとはちょっと徐々に小出しにするんですけども、スペシャルな、作品をちょっと出せればなっていうのが計画されているので、ちょっと楽しみにしてもらえばなっていう感じですね。9月の末に、2019年の大村隆義さんのツアーでメタルネーションっていうタイトルで20曲ぐらい入ってたのが、かなり大ボリュームな作品がもう本当つい最近出ました。で、あと発売前に横浜のライブハウスで僕初めてフィルムライブっていうのを参加させていただいて、でっかいスクリーンにこうその DVD 映して、でライブと同じスピーカーから同じ音量で出すっていうものすごい迫力があって、もう良かったですね。今度出したらもうまたやればいいのにっていう、やっていこうかなっていう思えるぐらい良かったですね。長崎、日本で一番西にあたるところですかね。で、あと島がいっぱいあったりとか、でここ最近で言うと短い新幹線が長崎から佐賀の嬉野あたりまでこうつながった短い新幹線があるんですけど、そこの中に諫早市っていうところですね。すごく、住みやすくて、静かな穏やかな町ですね。小さい頃って東京の小学生と僕の小学生時代、多分遊んでるものが全然違うと思うんですよね。竹切って弓矢作って田んぼの中で飛ばしたりとか、刀こう木刀みたいに削って川の中の草をこう切りまくって秘密基地を作るっていうとか遊んでたんで、多分そんな人東京じゃいないんじゃないかなっていう。よくそんな中で音楽やろうと思ったなっていう中学校の頃に僕の家のすぐ隣の人なんですけど、その人から友達にもらったいらない CD があるって言われて、あ、じゃあいらないならもらうって言ってもらったのが、ナパームですとカーカスだったんですよね。で、一回もメタルっていうものを聞いたことなくて、でしかもみたいな1秒ぐらいで終わる曲とか入ってて、もう衝撃だったんですよ。で、新聞配達をやってたんで眠たい時に聞いてて、ほんでそれからもうメタルはもうこれ、こんなもんなんだろうと思ってて、その当時ってレンタル CD 屋さんとかたくさんあって高額のものを借りに行ったんですけど、新品のとこ行って、あ、そういえばメタルの CD ってどのぐらい置いてあるんだろうと思って、とりあえず M のコーナー、メタルだから M をとりあえず見て、そしたらなんか骸骨のやつと真っ黒いやつがあって、買ってみようかなって思って迷ったんですけど、 M のとこにあった真っ黒のジャケットのやつを買って、それがブラックアルバムだったんです。でもう一個のやつはメガデスだったんですけどメガデスかメタリカを迷ってメタリカを買って、家帰って聞いたら、俺全然激しくないじゃんって思ったんですけど、音いいと思って、全然違うと思って、そっからメタルってすごい気持ちいいなと思って、
飼い始めたっていう感じですね。そうなるとギターからになっちゃいますけどね。ギターだと中学校の頃に初めてそのすごい入門セット安いのを買って、その時はメタリカを買う前だったので国内のバンドのコピーをやってて、で高校生になってメタリカを買って、それからはあれですね、あのストラドバリウスにたまたまたどり着いて、ただ全然音楽性違うじゃないですか。あ、このなんかクラシカルな、この激しい速いこんな曲があるんだと思って、そこからはやっぱりそういう感じの曲ばっかり聴くようになって、イングベマルムスティーンだったり、そうですね、一番衝撃だったのはレーサー X でしたね。なんじゃこりゃと、弾けるわけがないっていう。でそれつながりで流行ってたミスタービッグも聴くようになったりとか、でミスタービッグを聴くことであのボンジョビが好きになったりとか、なんかその重い曲からどんどんなんかその LA の方にちょっと寄っていった時期ですね。結構綺麗なメロディーっていうか、そうですね、それ聞いてからはやっぱりポール・ギルバートさんがやっぱりすごいなと思ってて、その当時はでも特別好きっていうのではなくて、なんか早い人がみんな好きみたいな、ティモ・トルキもやっぱり大好きだったしっていう。 CD があまり売ってなかったので田舎すぎて、で中古 CD 屋さんであのピュアメタルサンプラーみたいなあのオムニバスを見つけたらもうとことん買うようにして、でそれからもブラインドガーディアン、あこんなもすごいのもいるんだとか、でも一生懸命いろんなバンドを覚えようっていうか感じようってしてたので、あの時は一番いろんなものを聞いてたと思いますね、高校生の時が。でその後やっぱりわからないところ、弾き方がわからなかったりとか、だからちゃんと専門的に学ぼうと思って、高校卒業後はあの専門学校、ギターの専門学校に行って、まあバイトをしながらずっと通って、その時に学校内でバンドを組もうという話になって、でボーカルもちゃんといて、僕ギターでもう一人ギターがいたんですけど、まあ、自然消滅しちゃって、でとりあえずライブやりたいからって言って、上手な方が歌っとこう、ボーカル決まるまでみたいな。で僕が点数が高かったんで歌うようになったんですけど、その時にどんなボーカルにしようかみたいな話をして、その時に学校でよくもうメタル小僧があの広場にテレビがあってビデオ見れたんですけど、ずっとアルカトラスのライブ見てるやつが一人いたんですよ。声はすごいじゃんみたいな、いやあれ超人だから無理だよって言って、でもどうせだったら超人になろうぜみたいな。俺はもうずっとグラハム・ボネットを目標にやってて、それでライブしだしたらやっぱ福岡の先輩、お前らは日本のメタルは聴かないのかみたいな、あ聴かないですって言って、でグラハム好きなんだろみたいな、和製グラハム知らないのみたいな、あ聞いたことないですみたいな、お前アマチュアやなみたいな、今から家来いみたいな言われて、伸びに伸びたラストアンセム あのビデオを見せられて、でも音はちゃんと聞こえて、もうすごいってなって、でそれからもうやっぱ森川さんすごいなって言って、森川さんが歌った曲をずっと練習したりとかして、でもうギタリストに戻ることなく、現在まで歌っているっていう感じですね。Thanks for watching The Heavier Japan, and don't miss part 2 of the interview, which will be up very soon. Please make sure that you subscribe and hit the like button. You can also visit us on Twitter, Instagram, and Facebook. Links are in the description below.